はい、移動ありがとうございます。それでは探索続きをやっていきたいと思います。エビスマルが死にそう。おにぎりいいですよ。ガンガンやっちゃいますよ。もうガンガンですよ。ガン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 ついちゃいますよ。うわー、ロースケットなくなった。ちょっときついぞ。ディアモンドはディアモンド横にあるんよ、これ。あれ、どういうことですかね、これは。なかなか、ちょっとなかなかですよ。会心の一撃、痛恨がたまらんですな。危な。ちょっと痛恨ひどいよ。痛恨は、痛恨はひどいよ。これは本当に2回言いましたけど、5番猫のクライがアップした。2,3,1,4,4 それでアップしたか。ひどいわマジで。これ防御虫ダメージ高田箱2つ見えてるんですけどね。お、完全回復。あれあれあれ、完全回復またやっちゃいましたね。これ酸っぱいって出ると完全に回復するんですよとか前の動画で言ってましたよね。私全然完全じゃなかったですね、すいません。いやー全然ちゃいますね。ここに、ここはちょっと、いや、あれ、これはちょっと長いぞ、ダンジョン。ちょっともうどこにいるのか分かんなくなりましたね。そりゃ村長も多分いっぱい探してるとは思うんですが、そうですよね。そんな簡単に見つかるようじゃ、もう村長が見つけてますよね。村長がもし見つけてたらどうするんでしょうかね。っていうね。向こうとこっち、ここ多分宝箱ですよね、おそらく。この楽しい影にエビスマルの攻撃が異常に効くんですよね。電撃に弱いんですかね。これデイヤモンド、まさかボスパターンっていうのはあるんですかね。あ、そうですよね。これが、おっ、デイヤモンド見つけた。そうですね、ちょっともう一つ向こう気になるんですよね。もういろんなルートがあるんですかね、ちょっとわからないんですよね。宝箱、まあ今のところ1個か2個逃してるんですよね、この洞窟ダンジョンで。多分その RPG にもいろいろ分かれてて、ダンジョンで武器をちゃんと手に入れていくものと、まあ武器に関してですね、武器に関してダンジョンで手に入れていくパターンと、まあ武器屋で買っていくパターン、まあこのゲームは武器屋で買えるっていうパターンなんですけど、RPG によっては武器とか防具ですね、ダンジョンでちゃんと手に入れていかないと、まあ手に入れなくても大丈夫なんですけれども、手に入れていくと強い装備ができますよっていうのもあるので、まあ消えた黄金キセル、頑張れゴエモン、まあこのゲームに関してはそこまで神経質にならなくてもいいのかなと。結局あれもおにぎりでしたもんね、1個前のやつも。これは、これ右、そうですよね。これ、さっき右行ったとこですよね。これ、右に長かった。左にすごい長かったとこですもんね。ここら辺で一回動画切れましたもんね。まあ、こういう、ちょっと角蜘蛛も怖いんで、もう全員攻撃で。結構厳しいですよね、ここね。
おにぎり様々ですよ、本当に。完全回復がないとすると、ハンバーガーですかね、そうすると、回復は。これもアップしました。3122。ゴエモンが術を覚えないんですよね。同じシリーズの2だと術を覚えるんですけど、1が覚えないんで、まあ脳筋っていうか攻撃ですよね、本当に。ですので攻撃めっちゃ頑張ってもらわないと。でも現状エビスマルの方が攻撃力高いですね。一つ上のランクの武器を装備してるっていうのもあるんですが、やっぱりゴエモン優先ですね。ディアモンド持ってきたで。恋のぬいぐるみじゃと。わしは忙しい。同じ同じで。ほう、これがディアモンド。聞き死に勝る美しさじゃ。ちょっと感慨に浸ってると。お、そうそう、これ約束通りこれをやるわい。恋のぬいぐるみをもらった。帰るべ、おっさん帰るべ。もうわしに用はないじゃろうって。帰らないの？あら、もうわしに用はないじゃろうって帰らないんですか？ここで何かするんですか、もしかして。うわ、角雲。平気な顔してると。痛恨の一撃さえ食らわなければっていうのはあるので。うわ、やっぱゴエモンとエビスマルの一撃ずつで倒せないってつらいですね。コバンネコが一番素早さ高いですね、やっぱり。でゴエモンが一番遅いと。そんなに強くないな、ゴエモンの攻撃力。ゴエモンの攻撃力キセル買っとかないとですね。ちょっと上のあそこだけ確認させてください。あれ、全然また違うとこに。もう帰り道は小判猫で行けるんで。デルデルがあるんで。デルデルがあるで。デルデルか。シーパーマントのルーラーを覚える人いたと思うんですけど、いなかったかな。4人目の仲間。エルスマンのくらいがアップした。4223122、それぞれアップしたと。ありがとうございます。あれ、こっちは何ぞや。これ、マジで。あれ、ちょっと待ってください。こっち引っ掛けじゃないの、もしかして。ちょっとさ、お宝箱。こっち先来てたらすげえ厳しかったんじゃないですか、もしかして。ひどいですね、こっち。いきなり3つですもんね、階段が。ただまあ一つとりあえず宝箱は見つけたので、それをちょっと回収して。2つもあります。キセルって一番最初の武器じゃないですか。キセルと笛ってね、武器は入ってたけど、こういうパターンなんですよね、このゲームは。もう武器屋で十分ですと。キセルと笛って最初の武器じゃんっていうね。
切ないわ、悲しいわ。いや、ほんとこんな動画にね、ついてきてくれてすみません。ほんとありがとうございます。なるほど。で、あと階段2つですよね。なんかバイクが、外でバイクがウィンウィン言ってますね。ちょっとこっちも見ていいですか。天竺小判、不意打ちか。でももう攻撃が一桁になってきますね、相手の攻撃が。いやー、楽しい影、楽しい影先か。このパターンリフル使ってくるから。でも角子も HP 高いんですよね、この中では。HP100 ぐらいですかね。楽しい影はエビスマル一撃で倒せるんで。戦闘自体はもうそんなに苦にはならなくなっております。おにぎりも余裕を持ってまだあるんで。これは これはひどいわ。角雲さんひどくないですか。小判猫がちょっとやばいな。違うか、そっか、下か、いいのか、まあいいや。やられたやつは消えてちゃんと上に残ると。グループ分けとか分かんないですかね。グループ分けというか名前が一緒だから。ちゃんと見ておかないと。でも酸っぱいの時だと結構回復しますよね。回復量が大きいですよね。あながち完全に間違ってたっていうわけでも。何これ、なんすかこれ。めっちゃ長いですね。いや、すいませんね、本当に。もう鯉のぼり取ったんで本当は必要ないんですけれども、ちょっと気になっちゃって。しかも寝たし、肌と目を覚ました。あれ、エビスマル今攻撃しましたよね。ターンの最後にその魔法忍術の効果が切れるかどうか、一旦リセットされるか決まるんですかね。これはまあ一つの収穫ですね。ディアモンドの他に収穫があったということで、無理やり。あ、でもありましたね。こっちはもう確実に引っ掛けですね。あんなに階段3個あってですよ。あ、ここのどっかにあるんだなって思わせておいて、実はないっていうオチ。まあ、自分は運よく先にディアモンド見つけてたんでいいんですけど、もうないって分かってるんで、これは疲弊しますね。こっちにないのかよみたいな。やばいです、エビスマル。ちょっとやばいよエビスマル。おにぎりやばい、危な、危ない。まあ小判猫生きてればいいんですけどね。ちょっと間違えたな。倒せますよね。ですよね、エビスマルとゴエモンを分けとくべきでしたね。まあ小判猫も攻撃力上がってきてるんで、
ここにはディアモンドはもうないんですよね。眼薬につけた。まあということで、まあ出ます、出る出る、脱出で、どういうこと、今入り口にいたから使えないってこと、ここでは使えません、なんで、いやなんで、なんで、じゃあちょっと帰るしかない、マジで、ちょっと待って、ちょっと想定してなかったんですけど、ちょっと想定してないことが起きて戸惑っております。あれでもさっきは普通に船で戻ったのか、あれ、離れ小島だと使えないの、そんなことってあります、あります、になっちゃいましたよ。ほー、なるほどね、もうヒョロリビがもうどうでもいい存在になってきましたね。あ、そうですか、じゃあこれから離れ小島、今まで離れ小島なかったか、そっか、ここが初めてですか、なるほど、はい、じゃあこれは戻ります、本土行き船が出ます、はい、じゃあこっから戻ってってことですよね、戻ったら使えるんですよね、おそらく、で戻りましての、あれ、あ、大丈夫ですね、ご利用くださいと、はい、戻ってきましたと、ここで使うと、そうなんですね、そういうことなんですね、はい、使うとなって使わないっていうね、どういうことやねんと、のたのた、もう弱い、もうどのくらいの強さか分かる前にもう弱くなってるっていうね、離れ小島だと使えないわけですね、まあそういう設定なんですかね、ちょっと謎ですが、成敗したと、もうだって丹後村も近いんで、ちょっと使わないで戻りますよ、私はもうすぐそこなんですよね、うわー、こいつらほんま、ほんまかこいつらみたいなね、そう、空気読んで、空気読んで、いいねこれ、いいですね、ゼロポイントとゼロ量を手に入れたと、いいね、ありました、うわー、一つ目、まさに当選簿、まさに当選簿、くそー、これもあるあるですよね、あと一歩でっていうところでね、あと一歩入れれば死ななかったのにとかね、まあ今は余裕だからいいですけど、はい、では時間もいいところなので、ここで一度記録します、旅日記その1、はい、続けて旅に出ますか、いや家で電源を切ってください、お休みを楽しみにしています、はい、では今回恋の滝登り恋のぬいぐるみを手に入れまして、次回雷電村に向かいたいと思います、で、それでは、移動をお願いいたします、見ていただいてありがとうございます、失礼いたします。